武功は、中国春秋時代の進ムの文家極欲の第三代当主、後に、新宗家第十八代君主。聖は姫、忌み川ス進ムの皇族で、祖父の官宿から続く、文家の極欲の出身で、幼少の頃から、極欲の聖教の蘭品の父、蘭枝の祖父、蘭書の先祖を風につけられるなど、官宿に目をかけられていた。父の昭白の死後、 極欲の第三大投手となった章は祖父と父の意志を継いで宗家を乗っ取ろうとし、紀元前709年に起きた翼宗家の邸、攻略戦の隙をついて、宗家投手の愛好と息子の少子校を立て続けに滅ぼした。この戦いの際、章は乱品の子で古くからの知り合いである乱世と再会し、私はあなたを極欲の盛教として、 生を任せたいと幸福を呼びかけた。しかし乱生は、もし私が尻によって人の道を破棄するならば、私はどうやって民に教えるのですか。その上、勲功に仕えて二心を持つならば、勲功は私をどのように用いられるのですかと厳然と幸福を拒否し、翼の神として戦死した。将はこれを大いに悲しんだ。しかし、周王室の介入により宗家は、 信仰差しを立てた上に、降臨父を中心とする諸公連合軍の信仰を受けたので、将は極力に戻り、狐と、地、純粋等の才能ある都市秀たちを家臣として、登用して、改めて極力の国力増強に努めた。その一方で、過去幾度となく、修王室の介入を受けたことを踏まえ、国など修王室内の実力者らの支持を取り付けていった。 そして、紀元前六百七十九年、今度は、剣坊術数の限りを尽くして、降臨父を引き入れ、周王室の介入を防いだ上で再度翼に、進行して、進行差しを滅ぼし、監縮、昇白以来の悲願である進むの再統一を成し遂げた。昇は、翼の倉庫にあった宝物をすべて周王室に献じ、正式に、進行として認められた。この際、翼は、 コート名を改めた。紀元前677年死去。進むを再統一した功績から、送り名の中では2番目に尊い、部を送りなされ、インゴ部校と呼ばれる。ありがとうございます。